れよご飯。地上最強コンビ、囚われのご飯を救え。その弱点は多分尻尾だ。尻尾を強く握ればリキが抜けてしまうはずだ。オーラがそうだった。どうやって尻尾をつかむかだな。ヤッホどうだ。ありゃ、ピッコロ、おめ天下一武道会の後何してたんだ。そんなことを聞いてどうする。見とけよか、かなり腕上げたみてえだからな。貴様を倒すためずっと修行をしていたさ。まさか協力する羽目になるとは思わなかったかな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。つけえぞ。そろそろ下に降りて近づこう。無駄だ。やつは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。ん？戦闘力700。何？あのガキだ。クソ、故障か。反応がもう一つ。ここに向かって一つ、二つ。しやがった。貴様ら、一体ここへ何しに来た。決まってんだろ、ほらね。ギャーギャー。ソニーのほど知らずとは。勝負ってな、ただ強きゃいいってもんじゃねえさ。おい、なんでスピードだ。その程度の力なら仲間にするのはやめて。ただの足手まといになれそうなんてな。もうお遊びはこれまでだ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような俺、貴様
邪魔だけだと。どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。やれるつもりはねえさ。ありゃ、はい、どうだ、どうだ、力が。お遊びはこれまでだ。全ての戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。ちょっと掴んだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。
もうやめた。おとなしくこの星から引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。そら、そら、もっと苦しみ、次は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。このガキ、貴様、まだそんな力か。ピッコロ、早くその技を。またんこうさっぽ。